ちょっと今部屋改造計画をしてまして、めっちゃ汚くて申し訳ないんですけど、本来はここに簡易温室建てて未使用スペースにしようと思ってたんですけど、ここ実は反対側にベッドがあって寝室なんで、ちょっとそこに温室建てるのもなんかゆったりできないなと思って、で屋内で撮影するスペースって実はなかったんですよね。なんでここをちょっと屋内撮影の部屋にしようと思います。屋内撮影兼寝室っていう感じですね。前に動画で紹介した長い机をドーンと真ん中に置いた部屋は編集部屋ということにしたいと思います。あの編集部屋はめちゃくちゃ日当たり悪くて、昼間でも真っ暗なんでちょっと動画が撮影しにくいんですよね。なのでこの部屋をこれから改造していきたいと思います。でもうちょっといろいろと着手し始めてるんですが、この壁に壁紙を貼ろうかなと思っておりまして、 Amazon でこのハケとか、あとこれがなんか剥がせるのりらしいです。結構いろんな方が紹介してて、もともとの壁紙がちゃんと破れずに綺麗に剥がれてたんで試してみようかなと思います。のりとこれが、まあ、ヘラとかセットですね。壁紙貼りセット、あとこれもいろんな方が紹介されてた、なんかドイツのメーカーらしいんですけど、壁紙を買いましたので、今からこの一面に壁紙を貼っていこうと思います。ちょっと色失敗したかな。なんか写真だともっと緑っぽかったんですけど、実際は青に近い感じですね。これが1ロールだいたい6000円7000円ぐらいでした。不器用なんで綺麗に貼れるか分かりませんが、挑戦したいと思います。おそらく一人で撮影しながらは無理なんで、次はここに壁紙が貼られたシーンまでジャンプすると思います。ではちょっと貼ってみます。頑張ります。この糊がキーとなる糊ですが、本当にちゃんと綺麗に剥がれんのかな。なんか半信半疑ですが、ちょっと物は試してやってみたいと思います。2本使うんで、2本に対して糊 60g で2リットルとは書かれてるんですけど、2リットルだとちょっと水が多すぎるみたいなんで、1.8 リットルぐらいがいいとネットとか調べると書かれてたんで、今回それでちょっと挑戦してようと思います。で今もう時間が深夜の1時半なんで、これ今からやったら寝れないよなきっと。ちょっと今からはやめときます。明日やろう。明日起きてからやります。ダマになりやすいって聞いてたんで、めちゃくちゃ慎重にやって、この通り一切ダマにならずに混ぜれました。 A 型が出ますね。で結局 1.8 リットルぐらいが水がいいって見たんですけど、 1.8 だとなんかどう考えてもドロドロすぎたんで、説明書に書かれてる通り 60g に対して2リットルの水で混ぜました。でこれをもうあとは壁にこのハケを使って塗っていくだけなんですけど、結構ベタベタめに塗った方がいいみたいなんで、ちょっとここからは作業をしていきたいと思います。実際じゃあ貼っていきます。緊張しますね。じゃーん。ちょっとピントがなかなか合ってないかもしれないですけど、一応壁一面貼り終わりました。どれぐらいだろう、やり始めたのが確か何時、11時前ぐらいだったんで、まあ一人で2時間ぐらい、糊作るところからで2時間ぐらいですね。どうですか、やっぱ結構ちょっとこういう、わかるかな、継ぎ目がこことか分かりますよね。継ぎ目がちょっとやっぱこうよーく見るとわかるかなという感じですね。なかなか簡単に貼れるとは言っても難しかったです。なんか輸入壁紙の方が結構分厚くて貼りやすいらしくて、国産のはもっと貼りにくかったらしいんで、まだ輸入の買ってよかったかもしれない。色分かりますかね、ちょっとカメラじゃ伝わりにくいかな。なんか本当は薄緑っぽい色を買ったつもりなんですけど、多分カメラで見たら青っぽい色に映ってるかなと思います。ちょっとピントが、ごめんなさい、全然合ってないですね。
ピントちょっとなかなか一面色なんで合いづらいかもです。青っぽい色に見えるんですけど、実際見たら青っていうよりかはどちらかというと緑に近いかなっていう感じの色です。でもだいぶ印象変わりましたね。めっちゃなんか明るくなった気がします。まあ、白でも良かったんですけど、うん、いい感じです。じゃあちょっとここに家具とか置いていきたいと思います。家具は家にあるものを使い回しします。ちなみにこの壁一面張ってほぼ1本ロールが余っちゃったのと、あと糊がめちゃくちゃ余っちゃいました。まあこれ2本分作ったんで、2本だったら多分ちょうどぐらいかなっていう感じ。でも1本だったら足りなかったんで、これもったいないですね。丸々1本分ちょっとどっか活用したいと思います。このスペースとかも貼ろうかと思ったんですけど、ここ貼ったらイコールこっちまで貼らなきゃいけなくなるので、ちょっとそこまでの勇気は出ませんでした。なので使うとしたらちょっとまた別の場所で使おうかなと思います。一人でもなんとか貼れることが分かったんで良かったです。ただ結構大変なんで、やっぱり二人いた方がいいとは思います。壁紙なんとか貼り終わりました。一応今飾ってみてはいるんですけど、なんかピンとこないんですよね。ちょっと高さの問題かな。後ろが隠れちゃうので、ちょっと考えます。なんかないかなと思った結果、これセリアで売ってたディスプレイスタンド、まあ、めっちゃ安っちいんですけど、まあ、ないよりかはマシかなと思ってここに設置しました。これでだいぶ高さ出たんで、いい感じにディスプレイできてますかね。まあちょっとまたそのうち木材使ってこの辺は高さ出したいなと思います。こんな感じで、まあ、ひとまず完成でいいかなと思います。これが新たな撮影スポットですね。まあここからまた、まあ、ちょっとこの部屋暗いんで、この角とかだいぶ暗くなりがちだから、ちょっとここには間接照明を置きたいのと、あとは壁にも何かアート的な植物関連のものを飾りたいですね。ああそういえばこれボタナイズのこれベアブリック知ってますか？オベサのベアブリック、いやこれ買ってたんだな、全然知らなかった。めっちゃぴったり、たまたま収納を整理したら出てきました。ラッキー、いやラッキーっていうのもおかしいけど、こんな感じで本がザザーっと置いてますね。いやなかなかいいんじゃないでしょうか。次からはここで屋内で撮影するときは撮っていきたいと思います。はい、ということでこんばんは、リトマンです。1ヶ月、いや半月ぐらいですかね、ちょっと動画をお休みさせてもらってすいませんでした。実はですね、ちょっと先月中旬ぐらいから体調があんまり良くなくて、いやいろいろ検査受けたりとか内視鏡も受けたんですけど、正直今もまだ原因がわからない状態なんですよね。っていうのと、もうあまりにも今年暑くて、この体調があんま良くない、あとはこの暑さでとてもじゃないけど植物触りながら動画を撮れる状況じゃなかったので、少しだけお休みしてました。で一応一番自分が心配してた病気ではないことが分かったので、あとはここのスペース、屋内で撮影できるスペースも作ることができたので、ちょっとまたちょこちょこと動画投稿を再開していこうかなと思います。ただまだまだ体調的には万全ではないので、こうして少し話してるだけでも結構息が上がっちゃったりするんですけど、まあ今年はさっきも言ったようにめちゃくちゃ暑くて、でクーラーガンガンの中で仕事して、クーラーガンガンの中で生活してるんで、まあちょっとそこに体がついていかない感じなのかなとは勝手に思っています。まあ何はともあれ、少しずつまた動画投稿をしたいと思うので、まあ、次の動画はおそらく7月に買った植物、見てほしい植物ですかね。7月の最後に投稿したのが6月に買った植物だったんで、まあほぼほぼちょっと動画投稿できてなくて本当にすいません。また改めて皆さん見ていただけると嬉しいです。で今回はせっかくなので、ちょっと
開封動画でもあげたいなと思います。これ皆さんご存知ですか？ロビンドンさん、まあ、インスタとかもされてて、まあ、知ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、 3D プリンターのフィギュアを作られてる方ですね。でこの方のフィギュア、まあ、グラキリスとかアガベとかあとオベサとか、まあ、いろいろなフィギュア作られてて、関東の方は渋谷の東急ハンズにも落ちたりするので見たことある方多いかもしれません。でこれちょっとずっと欲しくて、まあ、どのフィギュア買おうかなって悩んでたんですけど、今回これはちょっと絶対買った方がいいなと思えるフィギュアが新作で出されたので購入させてもらいました。なので今日はちょっとここで一発目の動画として開封動画でもあげようかと思います。じゃあ早速開けていきます。結構前に届いたんですけど、ちょっとなかなか忙しくて開ける暇がなくてようやく開けられます。最近出されたフィギュアだとグラキリスの200個のグラキリスをモチーフにしたフィギュアがあるんですけど、あれとかめちゃくちゃ面白くていいフィギュアだと思います。あれも東京ハンズに売ってたの見ましたけど、いや本当は本物のグラキリスって言っても分かんないぐらいでしたね。それだけちょっと 3D プリンターのフィギュアって今リアルになってきてますよね。じゃあ早速こちら開けていきます。という感じでちょっと開封動画開けていきたかったんですが、急に価格が変わってすいません。久々の動画撮影なんでちょっとやっちまいました。完全に録画ボタンを押すの忘れてて、もうこれ実は開けた後の状態です。ちょっと撮り直してます。いやダメですね、しばらく休んでると完全にちょっと鈍っちゃいますね。はい、なので新鮮な気持ちで皆さんを見てください。一言メッセージ書かれてるのはなかなか嬉しいですね。じゃあ開けていきます。というかもう開けたんですが、一緒に見ていきたいと思います。でこれ何のフィギュアかというと、これわかるかな、ちゃんとピント合ってますかね。こちらアガベのエボリスピナをモチーフにした 3D プリンターのフィギュアです。これは一目見た時からいや絶対やばいなと思って、もうすぐに購入させてもらいました。これが S サイズで、もう一つ大きなサイズが確か M サイズがあったと思うんですけど、私はどちらかというとコンパクトな可愛らしいサイズの方が好きなので S サイズを今回は購入しました。そもそもこのパッケージからやばいですよね。多分これ 3D プリンターで作られてるんですけど、かなりトゲとかが細いので壊れないようにこれだけ厳重なパッケージになってます。じゃあこれ中開けていきますね。これでもすごいですよね。今もうここまでのクオリティなのかっていう感じです。中で倒れないようにこれしっかりとちゃんと固定されてるんですよね。これも 3D プリンターだと思います。すごいな、フル活用ですね。はい、見えてますかこれ、こんな感じ、めっちゃリアルです。多分これ遠目で見たら本物って言われても分かんないんじゃないですかね。それだけリアルにトゲの先まで再現した 3D プリンターのフィギュアになってます。これ例えばこれも 3D プリンターで作られたローカさんの鉢なんですけど、これだとぴったりじゃないですかね。多分こんな感じ。いやーめっちゃかっこいいですね。エボリスピナー昔1回だけ育てたことがあるんですけど、まあ案の定すぐに枯らしちゃったんで自分ではなかなか育てられない品種なんですけど、まあこうやってフィギュアになって飾ることができるといいですよね。かっこいい。これは確か東急ハンズでは置いてなかったので、多分予約受注生産のみなのかな。概要欄にロビンドンさんのストアの URL 貼ってるので、よろしければそちらもご覧ください。いやこれですよ。どうですかこのクオリティ、めっちゃかっこいい。鉢に入れて飾るのもいいんですけど、まあ、せっかくめちゃくちゃ凝ったパッケージなのでこれに入れて
飾っておきましょうかね。ロビンドンさんのフィギュア、さっきも言ったように他にもグラキリスとかアガベ、チタノタとかオベサとかいろんなモチーフのものがあるので、関東の方はよろしければ東急ハンズ、渋谷の東急ハンズに行ってもらえれば並んでますんで実物見てみてください。ちなみに 3D プリンターのフィギュアで言うと、これは前に天下一植物会で買ったものを紹介したフィギュアのシリーズですが、これが今なんと渋谷のロフトで購入することができます。ちょっと時間があったので早速購入してきました。これ最初東急ハンズだと思ってて、でもなかなかどこ行っても見当たらないんで店員さんに聞こうと思ったんですけど、その前にちょっとちゃんと調べてから聞こうと思って調べたら渋谷ロフトでした。これはなので今渋谷が結構 3D 界隈熱いですね。こちらは渋谷のロフトに行けば売ってるので、期間限定なんですかね、ちょっとそこまで分かんなかったんですけど、よろしければぜひこれも足を運ぶ機会があれば見に行ってみてはどうでしょうか。なかなか実物見れる機会がないので貴重な機会だと思います。こんな感じで100均のケース使ってディスプレイしてるんで、これもちょっと作らなきゃですね。こちらもついでに紹介でした。はい、という感じで、まあ、ここの置き場に関しては、まあ、いろいろ植物モチーフの自分が気に入ったものとか好きなもの、今後も並べていけたらなと思ってるので、あとはアートですね、絵とかも壁にかけれたらいいなと思っています。なので何かまたおすすめなものがあればぜひコメント欄や、あとはダイレクトメールなどで教えてください。ということで本日はしばらくお休みしててすいませんでしたという動画です。なかなかちょっと内容がなくて大変申し訳なかったんですが、まあ引き続き少しずつゆっくりではあるんですけど、動画また更新始められたらなと思っているので、よろしければチャンネル登録、コメントをいただけると嬉しいです。では本日もご視聴いただきありがとうございました。リトマンでした。いやこのアガベめっちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんも手に取ってほしいです。回し物ではありません。最後に一つ宣伝なんですけど、この T シャツ買えるすずりっていうサイトがあるんですけど、すずりがまた T シャツ1000円引きのセールやってるみたいで、まあ、この T シャツとか、あと渡さんに書いてもらったこんな T シャツ、これも渡さんに書いてもらったこんな T シャツが今1000円引きで買えるそうです。1000円引きで買えるとなると、多分 UT とほぼ値段変わらないぐらいで買えるのかなと思います。これがオーバーヘビー T シャツだったっけな。まあちょっと分厚めの生地の T シャツで、これは少しだけ値段上がっちゃうんですけど、結構生地感も良くて、でちょっとしわくちゃで申し訳ないんですけど、プリントも結構綺麗なんですよね。うん、いいですね。ちょっと今回新作は特にないんですけど、まあ、前回逃した方、まあ、すずり1000円引きセール結構やるんで、セールの時にすずりは買ってもらうといいかなと思います。早めに注文しないと、これセールの時期はめちゃくちゃ待たされちゃうので、まあ、よかったらぜひ見てみてください。こちらも概要欄にリンク貼っておきます。これいいっすよね。なかなかこれが一番お気に入りで一番売れてる T シャツです。まあそろそろちょっと新しいデザインのを考えようかなと思いながらも、なかなか時間がなくてそこまではできておりません。一度チェックしてみてください。